ユム所属の YouTuber グループ、アバンティーズのメンバー、エイジさんが、休暇旅行先のサイパンで死去したと発表され、同じくユム所属のクリエイターからは追悼の声が寄せられている。ユムが2019年1月4日10時に発表した資料によれば、1月1日、エイジさんは、サイパンで高波にさらわれ救出後に救急措置が行われたが、搬送先の病院で息を引き取ったという。エイジ、ありがとう。アバンティーズは登録者数およそ113万人の YouTuber グループで、エイジさん、ソラチーさん、釣り目さん、リクオさんの4人組。4日11時30分の時点で、ソラチーさん、釣り目さん、リクオさんが、ユムが発表した、エイジさんの訃報ツイートを、リツイートしている。同じくユム所属の YouTuber ヒカキン、ヒカキンさんは、訃報が発表された時刻と同じ4日10時に、自身のツイッターを更新。信じられないし、実感がない。でも、受け止めなくてはならない。まだまだこれからって時に、どうか、安らかに、エイジ、ありがとう、と投稿した。登録者数およそ530万人の YouTuber、グループフィッシャー S、フィッシャーズのんだほさんは、突然すぎて、伝えたかったこと悔しさたくさんあるけど受け入れないと、彼は、陰での努力が、本当にすごいメンバー思いの尊敬できる男でした。エイジ、本当にありがとう。メンバー、ご遺族の皆様のお悲しみをお察し申し上げますとともに、安らかなるご冥福を心からお祈りいたします。と4日10時50分頃に投稿し、追悼の意を表した。